さあ、それでは審査員の方々より好評を頂戴したいと思います。まずはじめに柴崎様、よろしくお願いいたします。どうぞ皆様、温かい拍手でお迎えください。今日書類採用をさせていただきました教育長の柴崎です。大変お世話になっております。ショーケース部門、それからキッズ部門、一般部門と多くのチームに参加していただきましたが、皆それぞれ素晴らしい演技をしていただきました。また8キロ流ばかりの笑顔とね、ダンスで、大変感動いたしました。去年も審査員としてここに立たせてもらったんですけども、去年よりも数段レベルアップしていました。また来年が楽しみです。皆さんも練習してまた来年ここに立てるように頑張ってください。終わります。どうもありがとうございました。審査員柴崎様より好評を頂戴いたしました。続きまして久保田様、お願いいたします。温かい拍手でお迎えください。こんばんは。私は、桐生大学短期大学部のアートデザイン学科の方に勤めております久保田と申します。私は数年前からこの、ダンスやギブシの審査に携わらせていただいてるんですけれども、今年はやっぱし平成から令和に変わったことに内容もぐっと変わってきたかなというふうに思いました。これからの本当にこれからに期待したいな。また来年ボタン、それ以外の方々も、どんどん出ていただきまして、いいダンスやチームもダンスと真剣に向き合っていること、それが見て受け取れました。ダンスっていうのは、日々生活の中にどこにでもダンスっていうのはあります。今日勝ったチームだけ、この3チーム残ってる3チームだけ練習量が多かったっていうのはありません。だけだと思います。
あゆです。私もダンスをやっているので、結構厳しいことになってしまったんですけど、今日は共有できると、もっともっとまとまりがあるんじゃないかなと思いました。一般のありがとうございます。やっぱり結構レベル高くて、やっぱりファイナリストに選ばれた3チームはすごい、あそこから見ててもすごいな、すごい揃ってるな、いっぱい練習したんだなっていうのがすごい伝わって、ちょっと本当に感動して、いや頑張ったんだな、うんうんってなりました。でもやっぱり合わせの部分がちょっともうちょっと頑張ったらもっと良かったのになっていうチームがあったりとか、あとは表情が暗かったり、あんな遠くから見てたんですけど結構見えたんですよ、表情が。そういうところとかの本当に一瞬一瞬がもったいないなっていうチームがたくさんあったので、やっぱりこのステージ上に上がってる時間っていうのはみんなの時間で、そこはお客さんだったり審査員とか魅了する時間だったり、一瞬たりとも気を抜かずに、もううちらが一番かましてやるよみたいな感じで、もっともっとこう、すごいと、お客さんも審査員もみんなこう、よくもっと引き込まれるのなと思いました。自分も、コンテストとか、挑戦してて、準優勝だったり、優勝できたり、いろいろあるんですけど、悔しい思いとかをたくさんして、もう、震えるぐらいステージ上で、全然もう、どうでしたか、準優勝。悔しいし、全然意味わかんないけど、どうしたいとか、でもそういうやっぱ悔しい気持ちとか、負けた気持ちとか、そういう思いを無駄にしないで、これからもダンス頑張ってほしいなって思いますし、まあ、まだ結果これからなんですけど、このファイナリストに選ばれなかった人たちも、これでダメだじゃなくて、自分たちには何が足りなかったのかなっていうのをもう一回チームのメンバーだったり振り付けの先生と話し合って、じゃあもうこれをもっともっと良くしていこうねっていうコミュニケーションをとって、これからもダンス頑張っていってほしいなととっても思いました。でも本当に一日すごくみんな盛り上がってて、わ気流祭り最高だなと思って、本当に全然まとまんないんですけど、すごく良かったので、これからの発表を楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。あゆ様より好評を頂戴いたしました。以上4名の審査員の方々より好評を頂戴いたしました。さあそれでは私の手元に